こんにちは。ゆっくり相談所、所長の霊夢です。今日も相談を受け付けていきます。まず最初の相談は、水谷隼と伊藤美誠。金メダル獲得後険悪になったのはなぜですか？では、相談員の皆様にお答えいただきましょう。水谷が興奮のあまり少し強く抱きしめため一瞬伊藤が避けただけです。二人は幼馴染で伊藤は水谷を普段は純と呼んでいるぐらいめちゃくちゃ仲がいいです。抱き合った時に水谷選手が伊藤選手の側頭部をパンパンと叩いたのですが、それが痛かったようです。笑い、喜びすぎて少し力が入ってしまったのかもですね。相談員の皆様、回答ありがとうございました。相談者さん、ま、そういうこっちゃ。ガンバ、終わりです。ご視聴ありがとうございました。